はい、というわけで、リベンジ編です。この近くに神社があるらしいんですけど、ちょっとその辺を今日は攻めようかなと思うんですけど、その前にここにも建物があります。ではトイレ、前回も来たんですけど、前回は夏ぐらいだったんで、その神社の中に入ることができなかったですよね。もうこの辺とか結構ね、草がすごかったので、で、まあ、この先もほとんど人は住んでないんですけど、だいぶ奥に人が住んでて、まあ、神社はあるけども鳥居とかもなくて、というかその辺の木を使って作った鳥居みたいなのがあるって言ってたんで、でもまあ本当に草木が生い茂って住めないので、こういう寒いシーズンやってきました。そこにも家があるんですけども、むちゃくちゃな感じになってます。ちょっと行ってみましょうか。ものすごいことになってますね。家が倒壊してます。おそらく生は雪の重みとかでこんな倒壊したのかな、したのかなと思います。これ以上ちょっと中入るのは大事ですけど、外側だけ。
ここにね、祠があります。夏来た時と全く雰囲気が違いますね。もう夏場はね、ちょっと本当薄暗くて、なんかちょっと不気味なね感じなんですけども、冬場来たらなんかちょっとそっけない寂しい感じがしますね。よし、この辺も朽ち果てて落ちてますね。中も開いたままです。夏場は草が生い茂って、様子が分からなかったんですけども、冬になったら様子が分かりますね。もう20年以上は人は住んでないような感じです。どこのメーカーだろう。1970年代ぐらいの車かな、形的に。
あれかな、なんか地元の人から聞いたらこれがなんか神社みたいな、あ、階段ありますね。お、杭が、よいしょ、結構急なあれやな。多分ね、これ鳥居の土台ですね。これよく見たら鳥居ですね。わかりますか、ね、ちょっとカーブかかってる鳥居のてっぺん。え、まだ上にあるみたいですね。なんと話に階段があるようなありますね。よいしょ、ものすごい急やな。あれかな、あれかなっていうか、なんか屋根が落ちたようなそんな雰囲気です。ここなんか道ができてます。
の道だろうここ。まあでもこの先これは車で行くための神社の近道かな。無理かもしれないですね、これ危険度が高いので。ただここのもしかしたら多分この上になんかあるんかもしれないですし、でもなんかそういう雰囲気でもなさそうな、頂上にあるのかな。これは車が通るための道だと思うんですけど、なるほどね。Google マップで今見てるんですけども、この頂上に何かあるっていう気配もないんですよね。ちょっと残念ですけど、気になります。なるほど、ここに出てくるのか。まあ、完全に廃村ですね。足跡があるんですよね。人の足跡じゃなさそう。よし、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。まあ、ただ本当に神社が存在して、でもまあ鳥居がねかなり朽ち果てて倒れてたりとかで、その先にね階段ずっと登っていくと、まあ、何かしらねあるような感じだったんですけども、かなり道が悪くて本当に絵に描いたような感じで前に進めないということで、ちょっと今日はまた改めて断念しました。
でも本当にここは Google マップに載ってるぐらいな神社なので気になりますね。その山のどこかに神社があると思うんですけど、ちょっと謎な感じでした。まあ、ただあの鳥を見るからにはもう相当昔のものなのかなと思います。建物自体も残ってないかもしれないですね。いい感じでありがとうございました。またよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。